はい、今買い物から帰ってきました。で、見たらカメちゃんがですね、日向ぼっこしてるんですけど、見ていただけるとですね、非常に甲羅が美しいんですよね。いつも濡れてるんであんまり気にならなかったんですけど、白いラインがしっかり出て、でこっちを見てるんですけども、まあ、すごいですね、こう甲羅が綺麗なんですよね。なかなか逃げないですしね、はい、ちょっともうちょっと近づいてみようかな。なんかすごい甲羅が白い部分がしっかり出て、あの形がすごい綺麗で、色合いもなかなかいいなというのが今わかりました。はい、まあ、このまま喋りますけど、ちょっと歯医者でですね、麻酔をして歯が今まだちょっと変な感じになってるんですけど、まあ、かなりですね麻酔が痛かったんですよね。まあそんなこともあって、麻酔をしながらして、その後飯も食わずにそのままいろいろ買い物してきました。まあなかなかですね、歯医者久しぶりだったんですけど、あんなにこう嫌な気分っていうのはなかなかないですよねと思ってですね、まあ、あの麻酔の針がこう唇じゃなくて歯茎に入っていく感じとかもすごい嫌な感じでしたし、で結局なかなかその針を入れて抜かないんですよね。でそれがちょっと久しぶりの感覚ですごく嫌な感じでした。はい、でその後いろいろ買い物をしてですね、カーメ君の餌とか、あとまたすごいんですとかを買い足してきましたので、まあ、そのあたりをですね今から調整しながら、あとはまあゆっくり過ごそうかなと思っているところですね。はい、ということで、まあ、それだけです。ご報告でした。はい、今日は10月15日の午後5時43分ですね、夕方になりました。今日は買い物をして帰ってきて歯が痛いよっていう話をしてからですね、ちょっとゆっくりしてからちょっと手伝い事をしていまして、で今それが終わったというところで帰ってきました。で、今日買い物した内容をですね、ちょっと軽くご紹介しようかなと思います。こちらにあるのが今日買ってきた、グッズということで、まず、まあ、簡単に紹介していきます。こちらはまあチューブですね。これは300円ぐらいで、こちらほうき用ですね。これ日本製のほうきなんでちょっと高かったんですけど、400円ぐらいだったかなと。そして、こちらはですね、あのコメットの水槽の下にですね、今木のブロックを4つずつ引いてるんですけど、木のブロックだとちょっと腐ってしまうん で若干かけてたりしてたんでですね、それの対策用で、1,2,3,4点、それ用のグッズを買いました。これはまあ来週お見せしようかなと思います。これで4点で、こちらはですね温度計をもう1個買いました。これ600円でした。であとこれもですね、あの水槽をきれいにする、ウクリーナーというやつですね。これ1000円するんですけど買ってきました。ここまでで7、4、1000、ここまで1300円ですかね。そしてランチューの餌買ってます。これが300円でした。これで2700円、そのぐらい、2700円に、こちらですね、これあのあそこの白いあのボックスタイプのガチッとこうマグネットでくっつくやつですね、4つほど追加しまして、3100円で、水替え不要、これですね、これをまた2本1200円で買ってきました。これで4200円で、カメ君の餌をですね、もうなくなったと思ったらあの赤いやつにまだまあまあ入ってたんで、まだ買わなくてもよかったんですけど、これが、380円ということで、ざっと、まあ、4500円分ぐらい、買ってきましたよという感じですね。まあ、ここにあるやつはもう基本的に、まあ、もう今すぐ必要っていうやつではなくて、まあ、予備的なものがほとんどではありますけども、まあこういう形でグッズもだいぶ揃ってきまして、まあ、予備も増えてきたので、まあ、安心感も増してきたかなという感じですね。まあ、これはもうなくなったんですけど、まあ、ちょっとしばらく様子見ですね。また見つかりが増えるようであれば買わなきゃいけないんですけど、まあ、でも最終的にはもうそこまで買う必要はないっていうものかなとは思っていますね。はい、という感じですね。今日の夕方ということです。一応亀くんたちの様子を簡単に見ていきますと、今日まあ日中本当こちらの橋の上にしてですね、まあ、日光浴をしていた亀ちゃんという感じです。亀くんはあんまり
日光浴をしているイメージはそんなにはないんですけど、でもまあ立派な甲羅を持ってますんで、ちゃんと成長してるんじゃないかなというところですね。そしてまあダルマリュウキの方もまあ水質は安定してるんで、まあいいかなというところですね。あとこちらのコメッツの方の水槽も、まあ濁るんですじゃなくてあれですね、すごいんですを入れて結構濁ってたんですけど、まあもう綺麗になりましたよということですね。やっぱりこう水替えした直後は特になんですけど、あの魚たちが落ち着くっていうかおとなしくなるんですよね。だから水質はあんま良くないっていう可能性もあるのはあるんですけど、まあまあ大丈夫かなとは思っております。はい、ということで今日一日天気が良かったんで割と過ごしやすかったんじゃないかなと思います。まあ、私自身はですね、ちょっと暑いなというぐらいで、で手伝いもしてたんでちょっと外をうろうろして回ってたんで結構汗をかきましたけど、まあ、亀くんたちにとってはですね、まあ、暖かい日の最後という感じじゃないかなと思います。これからまた冬になってどんどん寒くなっていくと思いますんで、まあ、冬をですねしっかり乗り切れるといいなという感じですね。ちょっとまあ店員さんに今日ちょっと伺ってきたらですね、まあ、この亀くんたちは多分ですけども冬を一回越してるんじゃないかなということだったんですよね。で一回越して、まあ、でもそれでも多分ヒーターの元だと思いますので冬眠したわけではないという感じだったんですけど、やっぱり亀くんたちが最初に冬眠するっていうのはかなりリスクが高いらしいので、冬眠をさせずにヒーターとあと、まあ、水槽の温度も下げずに、冬を過ごさせるというのが大体一般的だそうです。で私も今回は水は温度を、まあ、25、6度で保とうと思うんですけど、気温はですね、まあ、おそらく冬の気温になると思いますので、そのあたりが、まあ、どうすればいいかというのがちょっと一つ大きな課題かなと思っているところなんですよね。うん、まあとりあえず今気温が暖かいうちなので大丈夫なんですけど、これが本当に極寒になってくると多分この倉庫も多分、まあ、マイナスにはならないと思うんですけどね、まあ一桁、まあ、2、3度とかにはなる可能性高いので、まあ、そのあたりはですねまたしっかり、まあ、見極めながらやっていかなきゃいけないかなというところですね。はい、ということでとりあえず一通り紹介もしましたので、まあ、ちょっと今日は汗をかきましたんでまた風呂に入ってちょっとゆっくりしようかなと思います。全然勉強してないなという感じですね。たった今ですねちょっと糞を取って今この右側の緑のバケツにはこう見えると思うんですけど糞があるんですね。で水がバケツの半分弱ぐらい入ってるんですけど、これを捨てるのは非常にもったいないということが分かりましたので、ちょっとこの露材とあとこいつですね、これ前買ってたやつですけど、これを使って糞をこすやつを作って、でなるべく水を再利用しようかなというふうに考えてみました。ちょっと今から軽く製作していきたいと思います。このぐらいの大きさでちょうど気になるようにカットします。でこれに合わせて丸くカットしていきます。はい、こんな感じでちょうど入るようにですね。でこれでいくとある程度出汁でできた方がいいんで、ちょっとサイズをもうちょっと小さくして、ね、このような感じで、3つぐらい、そうですね3つぐらいはいけるかなと思いますので、3つ作ります。とりあえずちょっと2つで運用してみようかなと思います。はい、今はこんな感じで、これはもう目が粗い普通の加工っていう感じなんですけど、まあ、これに粗めのろ材を2つ入れまして、で、まあ、このひしゃくですね、ひしゃくにスコッと入りますから、これでジョゴジョゴっとやっていけば糞をきちっとこしてくれるかなという感じですね。実際にどのようなものか実際やってみます。
多分この時点で上の方の水だけを作りましたから、今ざっと見てこの水はもうほとんどクリアウォーターですね、まあ、そもそもあんまり糞を含んでないという感じですから、これはもうそのまんま、戻すと言いたいところなんですけど、これを戻すよりもこのバクテリアの方ですね、こちらの方に戻そうかなと思います。これに入れます。まあ、いわゆるそのアンモニアを含んだ水を戻すというイメージですね。で、まだ残りこんだけ水がありますので、これも全部ちょっとこせるかどうか一回やってみます。この状態でそのまま入れます。はい、糞も全部入れてしまいました。そして水の状況なんですが、はい、若干含んでいるんですけど、結構クリアなウォーターで、でこちらの方に糞が結構こしたられたのがわかるかなと思います。これでしばらくはやっていこうかなと。これをバクテリア層に戻すと、こういう運用をしばらくはしていこうかなと思います。こういう風にやらないとすごいんですよ。せっかく使ってるのに捨てまくってることになるんで、もったいないという感じですね。でこれで、まあ、なんとか上手に運用していこうかなというところですね。まあ、なかなかいい発想かなと思います。これがちょうど入りましたんで、これでしばらくやろうかなと思います。はい、今10月15日土曜日の夜の9時2分になりましたので、餌をあげていこうかなと思いまして、今2階から降りてきて、まあ、来たばっかりなんですけど、すぐにカメちゃんが寄ってきましたね。もう餌をくれるのが分かってるようです。さてさて、今日ですね、ちょっといろいろ買い物とかをしましたので、そのあたりちょっとご紹介したいと思います。まずランチューの餌を実は買ってきたんですけど、これ理由があってですね、これは、沈下性タイプの餌になりますので、これを水に落としたら沈んでいくやつですね。でなんでこれを買ったかというとですね、今ちょっと蓋をかぶってるんですけど、あそこの出入り口のところに餌が食べきれない餌がどんどん落ちてしまうので、で餌の量を減らそうかなと思ってるんですね。でそうなってくると小さい金魚たちが多分餌を取れないっていう可能性が出てくるので、まあ大粒状のですね、今飼ってる大粒状の餌を、まあみんなそれぞれ1個ずつ食わせて、で消化してる間に、全然食べれなかった餌があったら、これをですね、そこの方に沈んでるんで、これを食べてもらうと、まあ、なんかそんなイメージでこれを併用していこうかなと思いまして、だからまあ沈下性のこれと、あとまあ浮上タイプの、まあちょっと大粒のタイプを併用してあげていこうかなと思います。で入れ物をですね、このランチューのこの入れ物に入れるんじゃなくて、こちら、これ前動画でちょっとご紹介したことがあるやつです。これ多分日本製のかなりいい金箔が貼られてある茶筒なんですね。この茶筒にこの餌を入れていこうかなというふうに思っておりますので、ちょっと入れます。まあ、この日本製の茶筒はこれこの音がすごくいいんですよね。かなりしっかりした作りになっているんじゃないかなと思います。伝統工芸品ですね。でこういう形でしっかりと蓋があって、で中は漆塗りでしっかりとした、まあ、入れ物なんですけど、これに入れていこうかなと思います。ちょっと職人の方にはちょっと申し訳ないですけど、こういう使い方をしてしまってあれですが、かなり立派な入れ物になっております。でこういう餌はですね、やっぱ2つで管理した方がいいみたいで、基本的にはこちらで開け閉めする分を小出しして取っておいて、で普段はこう収納しておくっていう、そういう感じです。でさらにはこういうきちっとした蓋がありますので、これで管理されると、そういう形になっております。
ということで、普段はこちらに小分けして取っているんですけど、その小分けした分に、これを添加するという感じでやっていきます。ちょっと多めに小粒を入れております。あとは基本的にはこれはもうしまっておくようですね。はい、こんな感じで結構小粒を入れていますので、これをサラサラっと混ぜていきます。はい、でこれで、すくった時になるべく小粒が拾われるようにすくっていこうかなと考えております。先にカメ君に餌をあげていきます。はい、こんな感じでちょっと喧嘩がちになっておりますが、まあ、そのまま、食べて、行ってほしいかなという感じです。じゃあ金魚に餌をあげていきます。ちょっと目を離したらカメたちがすごいことになっていますね。乗っかってますね、完全に。はい、まあまあ仲がいいということにしておきましょう。とりあえずですね、ちょっと1個気づいたことがありまして、まあカメ君たちはまあいいんですけど、はっきり気づいたんですけど、これ沈下性と浮上性を一緒にしたらダメですね。今やってて気づきました。っていうのが結局ですね、こっちの水槽2個はこれ沈下性にしたらグリーンの下に落ちてしまうんで食べれないんですよね。で、まあ、1週間ぐらいで水替えてますけど、その間ずっと餌が残り続けてしまうと。あ、ちょっとカメ君たちが相撲をしてるんで、ちょっとかなりなんか争ってる感じがするんですけど、なんかぼちゃんと行きそうな感じがしますが、まあいいや。あ、落ちるか、落ちそう、落ちそうだ、落ちる、あー落ちこたえた。はい、ですね、とりあえず餌を、まあとりあえず結論から言うとですね、ここの今映してるこの、まあ、中型水槽ですね、トロ船の中型水槽はこれは沈下性を上げた方がいいかなと思います。じゃないとあそこから落としてしまうんで、どんどん落ちてしまうんで、でこっちは沈下性と浮上性を併用した方がいいかなと思います。これもですね、ここから落ちていってしまうんで、浮上だけだと、だからある程度沈下させた方がいいなと思います。で、だるま流金の方は沈下させない方がいいと思うんですね。砂利の中に混ざってしまうんで、それだったらもう沈下させずに浮上だけを上げた方がいいかな。で、こっちの2つともは浮上がいいので、結論としてはこっちの大きいやつには沈下性を上げて基本ですね。で、こっちのトロ船じゃなくて、追放岩とコメットの方には浮上で、ダルマリュウ君には浮上ということが、まあ、望ましいかなというふうに考えました。なので、そのために、まあ、ちょっと入れ物のまた別に用意して、混ざってるやつと混ざってないやつを混ざってるやつと
不条だけのやつですね、それを用意しようかなというふうに今思い出しました。はい、いやなかなかやってていろいろ気づくことがありますね。やっぱトライすることが非常に大事で、やっぱりやってみてどうなのか、ダメなのかいいのかっていうことで、やってみて良くなければ改善していくっていう、まあ、そういう、まあ、スタイルが非常に大事かなと思いますね。はい、ということでいろいろとですね、今日も買い物してきたりでいろいろと改善してきていますので、まあ、いいんじゃないかなというところですね。はい、ということで、あとはまあ適当にギターでも弾いて上に上がっていこうかなと思います。とりあえず餌をたくさん与えて、大きくなってほしいなというところですね。